動画を見るときは、部屋を明るくして、画面を見続けすぎないように、注意しようぜ。おお、これがかつて、大阪鶴見でも見かけたスカイバルーンというやつか。いい時代になったものだな。こうやって、過去の遺産や資産も、呼び寄せることができるわけだ。一応、ナスにも似たようなんがあるけど、さすがに花園スタジオからだと、距離がありすぎる。それに、月鉄界隈は蝶がつくほどのゴンドラ王国だぜ。空の方の、日光やアースムーンフェスティバルなど、確かに地球やらの出来事も、多い。これほどまでにゴンドラ王国となったのには何か、深い訳がありそうだ。これには色々と事情や、憶測があるんだ。過去の月鉄界隈で。ピョンタプロデューサーからの以下のお願いを確認の上、この動画をご覧ください。すまない、この件に関しては、我々宇宙界もいろいろと関与していたのだ。かつてのピエロもミルキーゴンドラとやらで、不思議な国を行き来してたくらいだ。今の月鉄界隈のゴンドラ王国は、かつてのピエロの名残なのかもしれない。ピエロと宇宙界？そういえばネクロディア関係でどちらも、絡んでたよね。火中界はこの件に関しては関与してなかった気がするな。まあ、ピエロもさっきのスカイバルーンで、舞い降りてきたんだけどな、宇宙戦争の時。しかし、ピエロのあのノリはなんとかならないものか、変わり者が多いから火中界に狙われたのではないか。なんともならないだろうな。まあ、ピエロからゴンドラ王国が成り立ったのは確かだが。確かに、ピエロがきっかけで、ゴンドラ王国が成り立ってきたけど、ピエロは地球とかがメインだった一方で、月鉄界隈は観覧車が、メインという違いが見られるぜ。地球船のゴンドラも観覧車が、ベースだし、ピエロの地球とは別物なのは確かだ。だけど、それだけじゃないよな。他にも色々とあるんじゃないか。あるんや。心地のイメージでもミルキーゴンドラ中核があるんや。ネクロスがさっき言ったことは、そういうこっちゃ。せやけど、あれも結構メランコリーやで。ミルキーゴンドラなら、見たことがあるよ。なんか、寂しそうな顔つきだったけどね。まあ、気になることを言うと、そのミルキーゴンドラで寂しげな顔つきをしてたヒロイン、あいつが乗ってたゴンドラが不自然に、揺れてたぜ。京都市動物園の個体みたいだぜ。多分、そいつはヒロインが観覧車に乗ってることをアピールするつもりやったんやろうけど、内容が内容やし、アピールしたところで何の意味もあらへんで。そういえば、あいつは最終的にどうなったんだろうかな。あのメインヒロインが、金儲けをシャットアウトしたくらいしか、記憶にないな。やあき、そいつはロンドの件やから、ミルキーゴンドラやらへんで。ちなみに、ミルキーゴンドラのヒロインは、すでに何代か入れ替わってるけど、先代のヒロインは、
劇中でレンギャラ出てくるようになってるね。メタ要素で言うと、ミルキーゴンドラに限らず、月鉄界隈の企画は、すべての世代が一つの世界観で、繋がるようになってるんや。歴代のヒロインが全員登場するちゅうのは、そのメタ要素に対するミルキーゴンドラなりの、回答やな。ちなみに、ミルキーゴンドラもヒロインによって、種類が変わってるから、ミルキーゴンドラを一貫とした部分を、除いては極力マンネリを、弾いてるみたいやで。スタートが最も周知しておるようだが、夢路を中心に展開しておるからだろうか？確かに。月鉄界隈のミルキーゴンドラは夢路で、始まったから、どうしても俺とか妹の、目撃回数が多くなってまうで。せやけど、ミルキーゴンドラが立ち上がった当初はヒロインが、憂鬱なストーリーでしかなかったんや。これだと月鉄界隈のゴンドラ王国の、トリガーとは程遠いようだ。ミルキーゴンドラ自体がどういうものかはともかく、他の要因がゴンドラ王国を、決定づけたのは間違いないね。ミルキーゴンドラのミルキーは天の川にちなんだものだからな。夏のサンタシップがより成熟した行には、ミルキーゴンドラが登場するかもしれんな。天の川が由来か。確かに、織姫と彦星の剣はミルキーゴンドラの、ヒントになってるけど。あと、月鉄界隈にはすでにミルキーちゃんっているはずでしょ？そのキャラクターもゴンドラ王国に、何かしらの関係があるんじゃない？ミルキーはミルキーゴンドラで、登場したから、ゴンドラ王国としての決定をとするには残念やけど、物足りないのが現状。何せ、月鉄界隈では観覧者が、メインと言ってるように、ミルキーゴンドラより後の世代で、ゴンドラ王国として決定をとなる奴らが、次々と登場しよったんや。アースムーンとか、アースムーン、ハーモニーゴンドラー、CM のカゴなどだな。新たに登場した者たちも、含めて、ここからはどうやってゴンドラ王国として、確立したのかを見た方がいいみたいね。ミルキーゴンドラが夢路で出てきて、以来、後の世代になって、地球線が幅を利かせるようになるけど、あくまで現状は、観覧車とアースムーン。一応、観覧車もゴンドラの種類はまちまちだけどな、ヒラパーで見るような個体は数が限られ、特にお台場の個体がなくなったらなおさらレア物だぞ。だけど、あの個体はロングシートに見えるから、ほどのことじゃない限り、注目することはないな。え？なんで地球船のゴンドラが、半月みたいだって？あれって船だからああなってるんだよな。観覧車の場合は風の、抵抗対策だけど。心当たりはあるんだろ、アースムーンとか。それもそうやけど、一部の遊園地やテーマパークに、ロックンロールってあるやろ。あの乗り物のような夢と吊り橋効果が、パルナス界隈の恋愛や、萌え要素に結びついてるんや。そして、同じようなことができる観覧車の、他、アースムーン、地球船が生み出されたわけ。まあ、結果として、こんな感じになるんやけどな。まあ、地球船が次元についても、ロックンロールのようにイライラ揺れても、転がったりはせんわな。そういえば、パルナス界隈ではこの手のシーソーでの恋愛も盛んだったな。つまり、こういうことだ。ピエロや夢路でミルキーゴンドラが、先に登場して、その間にシーソー効果と、ゆりかご効果が相まって、観覧車やアースムーン、ロックンロールで、パルナス界隈特性の新たな萌え要素を、生み出したわけだ。ここでの萌え要素は、ゴンドラの揺れによるものだ。ゴンドラ自体は、あたかも着陸している必要はないのだ。ゴンドラが揺れ出した時が本番ってわけさ。そしたら、スカイバルーンとか、観覧車と関係ないやつまで、巻き添えになりよったぜ。すまない、さすがに理解ができなかった。心配はいらないぜ。早い話、こういうことだ。ただただ単純に、ゴンドラが次元について揺れるって話さ。しかし、それだと観覧車とかにこだわる必要はないだろう。それもあってか、今のパルナス界隈やと、エレベーターとかスカイバルーンとか、あたかも観覧車や地球船だけに、範囲がとどまらなくなってるで。月鉄界隈で一番ゴンドラ王国として、確立させたのは、実はコミック付きのミアホールディングスだったりする。特に、カナコが地球船で、スターアットたちの後を気づかないように、追ってる光景は、
パルナス界隈で気球船が幅を利かせるようになるきっかけを生み出したことで知られてるのだ。そうなると正体がカナコであった。日光がスターアットと気球船でハネムーンをやりたがってたのは道理にかなったことさ。そちら側のコミックがきっかけで気球船が広まっただと、キキテツ界隈はミルキーゴンドラを含めて自らの手でゴンドラ王国となり上がったのだな。さすがにあのコミックが全く無用っていうわけじゃなかったのね。でも、なんでかなこちゃんが気球船で、スターアットたちを追いかけてるシーンが、キキテツ界隈で多大な影響を与えたのかな？何か魅力的なビジュアルなんてあったっけ？キキテツ界隈はロックスターの事業が盛んだから、そこで何かあるのではないか。あのコミックであのシーンが出てきて、あとの時期にあるロックスターが気球船でハートポーズをやったんやけど、これが絶大的な功労やったんや。月のロックスターなんて言われたりもしたんや。確かハイパームーン10曲やったな。コミックとロックスターが気球船を広めたのか。ある意味ミルキーゴンドラを最大限に応用した形にも見えるが、何かミルキーゴンドラ側にも影響は見られただろうか。ミルキーゴンドラ側はカナコの気球船を意識してたぜ。何せどちらも憧れの相手に一向にたどり着けないという共通点があったし、観覧車は俺とかのようにアースムーンと取り込んだバトラーにおける救済措置も兼ねてるから、気球船に乗れないからといってミルキーゴンドラのシナリオが立たれるわけやあらへんで。ちなみにミルキーゴンドラ側はカナコの気球船に関して憧れの人を追いかける月の船と呼んでるで。間違っても夜に寂しきに吹く敵は月笛ではなく星笛だから気をつけてくれ。とりわけ月の船で月笛を吹くというダジャレのようなことは起きないぜ。内容が内容だし、そんなダジャレのようなことはやってられないよね。当時の気球船は月の船とも呼ばれてたのか。となるとポップスターでのあのハートポーズは船からのポーズだから受けたのだろうか。これを最初にやったのは確か春日だったな。かなこでもゆかりでもなく春日がやったからこそ絶大な人気が出たんだと思うぜ。確かにかなことかゆかりとかがやってもあそこまで好評だったとは思えないしな。他にも他社船での観覧車デートとか、あとは2006年以降の CM のカゴもゴンドラ王国に拍車をかけたぜ。 CM のカゴもあったな。初めて月亮滝を舞台としたんだな。いろいろと事情がある中でコミックとポップスターがゴンドラ王国に貢献したわけか。キキテツ界隈のサブカルチャーとして今後もいろいろと展開してくれそうだ。なんだかんだ言ってキキテツ界隈はピエロの力を使わずに広めたわけか。どうやって広まったのかが今まで謎だったけど、サブカルチャーの一環だということが分かった以上、音の木の問題に対してもミルキーゴンドラともども全力で対抗していただきたいものだ。
確かに音の気がいなくなっても、地球船というサブカルチャーで赤田組は乗り切れる。しかし、それもカノン革命でどうなるかはわからなくなるぜ。なるほどな。しかし赤田組ならカノン革命で新たな企画などを打ち出すはずだ。夢の日、月鉄界隈も隅に置けないような展開を積極的に行ってるようだな。